よくある話だと思うんですね。1割足りないとか2割足りない、うんうん、そうだからあとどこで取れんのってのがまず大事じゃないですか。そうです ね、 だからね、正直点数なんかどうでもいいんですよ。だって本番で何点取るかが大事なんだから。うん、確かに。そうだから武田塾チャンネル。やっぱ本当にやっぱ直前期じゃないですか。直前期ですね。センター試験も間近で、はいね、一般入試だってもうね、はい、早いとこだったら1ヶ月切っちゃってますよ。もう本当ですね。もう、うん、本当にクリスマスに戻りたい。大して戻ってないね。大して戻ってないそうですね。直前期のおかげですね、うん、僕が伸びたのは。だからね、まだまだ諦めずに、はい、まあ、その中でね、もし困ったことあれば相談してもらえればということで、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。ナミ先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問はですね、うん、浪人です、はい、慶応と上智の英語の合格最低点まであと1割足りません。何をすればいいでしょうかと、うん、いう質問です。って聞かれたらヤミ先生ならどうする。早稲田を受けろ無茶な会計さんが来たけど、はい、まあ、てな冗談ですけど、うん、はい、そうですね、まあ、これ、うん、よくある話だと思うんですね。1割足りないとか2割足りない、うんうんうん、そうだからあとどこで取れんのってのがまず大事じゃないですか。そうですね、まあ、どこで落としてるのって感じですよね。そうそうそう、だから、まあ、基本多分長文だとは思うんだけど、大体、うん、その長文読解でやっぱその時間が足りないとか、はい、そのケアレスミスとかやっぱむずくて解けないとか、まあね、上智も慶応もってことだったら多分まあその可能性が高いかなと。まあ、慶応も学部次第なんだけどね、うんうん、ね、まあ、僕だったら赤本ノートっていうのを作って一冊、うん、まあ、大学ノートがあって、そこにあの上に大学名学部何年とかで科目って書いて、大問ごとにあの多分大問1長文、内容はどういうのが出て、あの選択肢、あの選択肢じゃない、説問どういうのがあったとか、何問何できたで、大問1、2、3、4、56みたいな形で、その合計何パーセント取れましたみたいな、で間違えたところはここだったからそこを対策しようみたいなノートを毎回1ページ、1大学1科目ことにして連絡作ってましたね。まあ、そもそも今赤本ノートっていうやつ出てるよね。そうですね、確かに。だからあれ使えばいいんじゃないと思うんだけど、うんうん、だからそのさ、点数でしか見てないのがまず問題だと思うんですよね、うん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 、そのあとどこで取れんのっていうの、何すればいいでしょうかも、何もそもそもどこで取ろうとしてるのかってところだと思うんですよ、これ。確かに確かに、うんうん、だからそのビジョンが持たないと、その要は自分が勝てる戦略っていうのをまあ作ることがまず最優先だと思うんですよね、うんうん、だからそれがまあ簡単な話、長文なのか文法なのか、例えば会話とかなのか英作文なのかとか、うん、まあ、それによっても多少変わってくるじゃないですか、まず。確かに、うん、それをまず考えた上で、そのために何をやる。例えば長文がやっぱその難易度高すぎて厳しいですっていうのは、ポレポレ上げた方がいいんじゃないって話になるだろうし、うんうん、会話が苦手ですみたいな話だったら英会話問題トレーニングって話になるだろうし、うんうんうん、で、そのあと1割どこで取るのかまず考えるのが最初ですよね、これは。そうですね、うんうん、確かにその通り。そう、まあ、僕もね、合格最低点だと 2,3 割とか3割足りないところあったんですけど、うんうん、要は7割だったら4割しか取れないみたいな、うん、ただ本当そこ1ヶ月2ヶ月で全然上げられると思うんで、はい、しっかりやり方を練って、戦略練っていかないと、ちょっとここはもう時間が足りないところなんで、うん、はい、少ないと思うんで、考えた方がいいですね、これは。しっかりそう目線がね、はい、点数だけにちょっと寄ってる気がするんですよ、うん、なんでね、正直点数なんかどうでもいいんですよ。だって本番で何点取るかが大事なんだから、うん、確かに。そうだから、むしろ今後取れる点数があとどこにあるのかっていうのがすごくやっぱり大事で、うんうん、点数はあくまでそのスタートなんで、うん、じゃなくてそこから合格点まであとどんだけやらなきゃいけないのか、何やらなきゃいけないのかっていうのが重要だということを意識していきたいと思います。はい、わかりました。はい、今回は以上です。はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース、毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。